ございます。キースジャガーです。2020年4月5日、日曜日ですね。8時14分です。おはようございます。はい、今現在阪神高速3号神戸線、須磨の方に向かって走っております。現在港川から若宮の間ぐらいですね。もう間もなく若宮です。制限速度60キロです。今回の動画、ドライブの予習、何番やったかな。第2神明全区間と加古川バイパス、高砂バイパスから、バンタン道入っていきたいと思います。バンタン道はちょっと途中でおります。あの和田山の方までは行きません。よろしくお願いします。若宮出口です。若宮出口越えますと右カーブ左カーブ、この連続カーブかなり強いカーブで事故がかなり多いのでご注意ください。この区間だけ制限速度50キロやったかと思います。連続カーブ終わりますとすぐに左手月見山出口となります。月見山出口が最後の、出口です。越えますとすぐにあの第二神明の、ゼロキロポイントがございます。阪神高速はこの月見山出口までで終わりです。最後の出口です。月見山出口、ちょっとカミカミ気味ですね。月見山出口でした。これを越えまして、はい、前方看板見えてまいりました。第二神明道路に入ります。第二神明道路0キロポスト、はい、ここが0キロポストでした。制限速度この区間は50キロとなっております。料金所を越えますと制限速度70キロになります。かなりきついんですよね、上り坂。トラックとかはね、ちょっとあのギア落とさないと失速しますね。はい、月見山トンネル長さ230メーターです。
所出られてトンネルしばらく 5,60 キロで走られる方結構多いんですが、しっかり70キロまで加速していただいた方がいいのかと思います。むしろね、この先下り坂結構危ないんですよね。危ないところ飛ばしてトンネルの中50キロとか、なんかそんなことするかなみたいな感じです。はい、たるみパーキングエリア、たるみパーキングエリアです。高倉山トンネル出てすぐにございます。たるみパーキングエリア、ここはセブンイレブンとたるみ食堂という食事するところがありますね。左にちょっとカメラ映ったかな。今桜がちょうど綺麗なんですよね。満開からやや散りかけてる感じの頃合いです。はい、たるみパーキングエリア越えますと妙谷ジャンクションが 500m 先にございます。妙谷ジャンクションからは第二神明北線や山陽道、あとね、明石海峡大橋の方に行ったりだとか、あと妙谷の出口もございます。ジャンクションは左手に出ていきます。第二神明引き続き右側、こちらです。妙谷ジャンクション、今日は日曜日なので、あと2020年4月5日現在で、本日現在新型コロナウイルスのコロナショックということで、世界的に伝染病が蔓延しておってパンデミックと言われている状態ですね。で、ちょっと外出規制まではいかないんですけども、陽性ということで不要不急の方以外は出歩かない方がいいのかなみたいなことで、一応政府であったり自治体であったりが要請を出しております。大阪府もね、吉知事、知事やったかな、あの人、大阪府府知事かな。ちょっと大阪維新の会はね、前まで市長やった人が知事になったり、知事が市長になったり、維新の会同士で持ち回りで首長を入れ替わったりしておるんで、ちょっとややこしいんで、どっちがどっちだか忘れましたけれども、松井さんじゃなかった、吉井さんね、若いシュッとした方です、おっさんの方じゃなくて、ヤクザみたいなおっさんじゃなくて、若いシュッとした方の人です。あの人が大阪もこの週末はなるべく外出やめてくれみたいなことで通達を出しておりました。まあにもかかわらず結構ね、桜綺麗なもんですから、道が空いてるのをいいことに、結構お花見の方、いらっしゃるのかなとよくお見かけいたします。天気もいいんでね、ちょっとね、昨日今日風が強いので、雨で桜が散るっていうことは今年あんまりないかと思うんですけれども、風が強いね、風で桜ね、満開過ぎたやつが持っていかれてる感じでしょうかね。でもまだ今ちょうど満開を過ぎたかなぐらいの感じで、綺麗な感じではあります。なので一応外出は控えてくださいということで、自治体の方からも出ておりますけれども、なんだ、花見に行かれてる方は多いかと思います。はい、すいません、高丸インターをお伝えしてませんでした。高丸インターです。7キロポストぐらいに高丸インターがございました。高丸インターの前に妙谷の入り口も、妙谷もインターなんですけどね、お伝えしてませんでした、ごめんなさい。ちょっとね、めんどくさかったら入れないかもしれないけれども、テロップで出しますんで。はい、引き続き第二神明道路、西行きです。姫路方面行き、制限速度70キロです。今現在高丸インターを越えて大倉谷インターの手前です。かなり下り坂きついので、荷物積んでるトラック、私の車みたいなのはちょっと
止まらないですね。ブレーキ踏まないと。はい、このきつい上り下りしばらく続きます。多摩津のあたりまでしばらく続きます。本当に極端にスピードが乗ってしまうぐらいきつい下り坂があったかと思えば、その反動でもう一回登らないかみたいな。この上り坂は乗用車はアクセル踏んだら登りますけども、トラックはちょっときついですね。はい、間もなく9キロポスト、このトンネル、この辺りで9キロポストです。8時25分になりました。大倉谷インターです。大倉谷インター 9.4キロポスト、 9.5 キロポストあたりになりますね。ここが 9.4 です。40キロの看板のあたり、ここで 9.5、 はい、大倉谷インター出口です。出口越えますとすぐに大倉谷インター入り口がございます。8キロポスト、 9.9 キロポスト、8時25分変わらずです。多摩津まで4キロ、大久保まで9キロ、姫路まで37キロと出ております。はい、10.1 キロポストです。制限速度70キロ、また下り坂、 5% のきつい急な下り坂です。速度ご注意ください。ジャンクションですね。伊川谷ジャンクションで、阪神高速7号北神戸線が合流してまいります。左から合流してまいります。
24キロポストです。175号線、結構あの大きなね、あの小野の方に行ったりとか、まあ、社西脇あっちの方に行くようなちょっとあの大きな国道がありますので、結構混むインターでございます。帰り道とかね、あのその大阪方面向きはあの平日かなり混むんですよね。西向きはそんなに混まないかもしれないけどね。はい、15キロポストです。8時30分になりました。多摩津インターチェンジ出口です。はい、すぐに多摩津インター入り口です。 15.2 キロポスト ここからしばらくちょっと薄く登っていきます。大久保まで3キロ、明石西まで8キロ、姫路まで32キロです。制限速度は70キロです。明石サービスエリアがございます。ガソリンスタンドも食事するところもあります。台数もね、あのかなりあの止めれるかと思います。一番初めにあのスパのあたりでタルミパーキングをご紹介しましたけれども、あそこはかなり混雑してね、あの車止めるとこないわということで、せっかく寄ったけども止めれずに出るみたいなことが結構あるんですよね。それからすると明石サービスエリアは、まあ、止めれないということに、まあ、今まであったことがございません。かなり敷地そんなに大きくないかな、まあ、中途半端な大きさなんですけれども、あの利用者もそんなにいないのかなみたいな、まあ、大概トラックがいつも半分ぐらい止まってて、乗用車もいっぱいいるけれども、あそこが満タンになってるところはあまり見たことないな。明石サービスエリア入り口です。明石サービスエリア入り口18キロポストです。8時32分になりました。桜綺麗ですね、こうやってね。明石サービスエリア出口です。まもなく大久保インターですね。大久保インターは明石市やったかな。この辺ちょっと神戸市西区とかの明石市とかが入り混じってて、ちょっと住所的にややこしいんですよね。はい、19キロポストです。まもなく大久保インター出口です。第二神明は入り口と出口両方ともあります。大久保インター19.5キロポスト、8時33分です。大久保インター出口。大久保インター入り口 19.8 キロポスト8時34分です。
はい、明石市やったんですけど、見てください、あの神戸市という看板が出てきました。神戸市西区ですね。はい、明石西まで4キロ、姫路まで28キロになりました。 20.1 キロポスト、朝8時半にしてはちょっと車多いかなという気もしますね。これ天気がいいし、桜がちょっと満開やし、お花見でも行くんでしょうかね。一応新型コロナウイルス、昨日2020年4月4日現在ですね、東京都で初めて、3桁に入りました。1日で感染者数数えられたのが118名やったかな。1日で100名超えてきたのは昨日が初めてです。まあ、日本もかなり感染者いらっしゃいますし、死亡された方もいらっしゃいますけれども、世界的にも100万人を超えました。3月26日の時点で50万人ぐらいやったんですが、わずか10日余り、昨日の時点ですでに100万人を超えております。で、イタリアなんかはね、感染者10万人ぐらいに対してもう死亡者がすでに1万人ほどいらっしゃいます。アメリカもね、12万人ぐらい感染されておりますね。アメリカの死亡者数まだ2、3000かな。イタリア、スペイン、フランス、アメリカ、まあ、この辺りがかなり死亡されてますね。あと中国の武漢というところが発信源なんですけれども、武漢熱と言われてます。一応肺炎みたいな感じのことなんですけども、はい、23キロポスト、まもなく、明石西です。私のこのドライブの予習の動画は、高速道路などをご案内する動画なんですが、せっかくですので一応時事ネタもこうやって織り交ぜることもございます。 23.4 キロポスト、ここから50キロに制限速度下がります。平日はこの明石西の料金所大変混雑します。ご注意ください。時間帯によってはもうこの辺渋滞で動かないよっていうくらいのことになっていることが結構あります。ご注意ください。左手の出口が、明石西出口、この右手が加古川バイパスにそのまま行く方ですね。まあ、どっちから出ても、間違えて出ても別に仕切りがあるわけじゃないので行けますけどね。はい、第2神明終点明石西料金所でした。何キロポストかみんな忘れてるの、24キロぐらいだったかと思います。はい、ここから制限速度60キロ、加古川バイパス入ります。第2神明道路終点 24.2 キロポスト、はい、ここから加古川バイパス 65.5 キロポストとなってます。5キロもないかと思うんですけどね。これどっからやろ。姫路バイパスも全部合わせて65なのかな。数字が増えていくかな、増えていくかな、増えていくな。これはちょっとキロポストで扱いにくいですね。一応国道番号2号線です。2号線バイパスです。66キロポスト8時38分です。一応ちょっとどこから66キロなのかがよくわからないので、参考までに読みますけれども、あまり当てにしないでください。国道2号バイパス、加古川バイパスを今走っております。国道2号線さらに南側に旧道の国道2号線、狭いちょっと道路が走ってます。
そのさらに南側に名機幹線といって国道250号線が走ってます。250号線は明石かな、神戸西区かな、ちょっとあの大倉谷の近所から、大倉谷じゃないな、多摩津かな、なんていうとこやったかな、国母やったかな、あの辺りから、高砂の辺りまで多分東西に渡って、あの 2号線の南側を走ってる道路になるんですけどね。名機幹線、太い道路で かなりあの使い手がある道路です。名機幹線とこの加古川バイパスが、まあ、あの並行して走っておって、主に東西の交通 の要所ということになってますね。国道2号線自体は、旧道の方の国道2号線はあの東西に移動というよりは、なんでしょう、まあ、古い道なんで、その家があったり店があったりみたいなことで、こんな風なバイパスみたいな、こんな走りやすい道路ではございません。バイパス、姫路バイパス、まあ、第二神明もそうですが、この辺りね、あのかなり、まあ、人口も多いし、車の台数がむちゃくちゃ多いんですよ。で、日曜日はこうやってあのスムーズに走れてますが、平日なんかはね、もう必ずというか、もう どこかで1台ぐらいは事故してるかなみたいな、そんな感じです。はい、加古川東出口です。2キロポスト。本当に事故多いんですよね。まあ、こうやって、ね、日曜日で空いてるとなると、もうあのスピードもねかなり出されております。一応制限速度60キロですが、おそらく私の車抜いていってる車みんな80キロ以上は出てるかと思います。はい、間もなく70キロポスト、加古川東ランプ、先ほど出口ございました。ここ入り口です。左から合流してくる車も70キロぐらい多分出てるかと思います。でも制限速度は60キロです。第二神明は70キロだったんですが、 こちら、一応無料のというか一般国道扱いなので、まあバイパス道路ですけれども60キロですね、制限速度。新しくできました東播磨道無料と書いてます。以前に配達の帰りに1回だけ乗ったことありますけどね、帰り道にしか使ったことないですけど、東播磨道左手から登っていきます。新しい綺麗な道路です。区間もね 2,3 区間しかないと思います。あんまり長い道路ではございません。はい、加古川の出口まで1キロです。加古川中央ジャンクションらしいですね。ここは加古川中央ジャンクションは 71.6 キロポストあたり、8時43分になりました。加古川中央ジャンクション東播磨道からの合流になります。72キロポスト、制限速度60キロです。まもなく加古川の出口です。加古川インター出口です。
川インター出口 72.5 キロポストで8時44分です。今現在国道2号線バイパス加古川バイパス西行き姫路方面行き走っております。3キロポストになりました。まもなく加古川インターの入り口合流です。加古川インター入り口合流です。 73.3 キロポストで8時45分、加古川を渡ります。橋の長さ 420m とありましたね。あの大きな川が加古川です。はい、加古川西爪出口と書いてますね。加古川西爪出口、8時45分、74キロポストになりました。岡山まで97キロ、姫路まで16キロです。西爪の出口と加古川西出口と一字違いで出口ございます。加古川西爪出口っていうのは新しい出口なんかな、あれ新しいって言ってもいつできたんやろみたいな、しばらくっていうか私もね神戸方面そんなに走ってるわけじゃないのでちゃんと分かってないんですけれども、あんな出口あったかなっていう気はしてます。自分でね西爪出口って言って読み上げながらそんなんあったかという気はしてるんですけれども、はい、75キロポストです。8時46分、加古川東、加古川、加古川西とまあそういう並びやったかと思うんですけどもね、新しくできたんじゃないでしょうか多分ね。はい、加古川西出口、加古川西インター出口です。西インターの出口は 75.5 キロポストで8時47分です。加古川西インター入り口です。加古川西インター入り口 75.9 キロポスト、まもなく76キロポストです。8時47分、制限速度60キロです。岡山姫路方面に向かって走っております。西行きです。岡山まで95キロ、姫路まで14キロです。はい、加古川市と姫路市とかなり大きな町に挟まれているややちっちゃめの町になります。ちっちゃめといっても人口がいるんでしょうけど、面積が多分姫路とか加古川と比べたらかなり辺が姫路とかがまあ大きすぎるんですけどもね、町がね、町というかもう山奥まで全部姫路ですから、ね、海から山まで全部姫路やし、加古川も北の方までずっと加古川なんでね。はい、77キロポストゾロ目です。まもなく高砂北です。高砂市に入ります。高砂市に入りまして 77.4 キロポスト高砂北インター出口です。8時48分、はい、ここから70キロに制限速度上がります。姫路バイパス入りました。77.7 キロポストゾロ目になってます。777を超えました。8時49分です。左手から、高砂北インターの入り口合流になります。国道2号線バイパス引き続き
国道2号線バイパスなんですが、加古川エリアを越えまして、まあ、高砂も越えたんかな、もう姫路バイパスですよ。高砂を北を越えたあたりから制限速度70キロです。姫路まで11キロ、岡山まで92キロです。のパーキングエリアまで4キロ、姫路のパーキングまで16キロです。79キロポストになりました。8時50分です。別所はね、パーキング入って出口も行けたかな、ちょっと長いこと寄ってないんでね、覚えてないんですけれども、新しくセブンイレブンかなんかできてたかな、できとったかと思うんですけどね。20代の頃はよく走ってたんですけどね、この辺も。20年ぐらい前の話になりますけれどもね。最近はと言いますと、ここ 2,3 年走ってないかなみたいな感じです。来るときは来るけど、来ないときは来ないみたいな。80キロポスト超えました。制限速度70キロ、姫路バイパスを西向きで走っております。岡山方面行きです。姫路バイパスは国道2号バイパス、国道2号と書いてございますが、この道路と並行して旧道のバイパスではない国道2号を走っております。いや、紛らわしいんでね、2号線のどこどこやって言って言ったところで、それがバイパスの方なのか旧道の方なのかはよくご確認ください。こちらバイパス走っております。今の入り口なんやろ、姫路ちゃう、別所の入り口なのかな。合流がございました。高砂南とかそんな名前なのかな、ちょっと名前わかりません、ごめんなさい。2キロポストです。8時52分、3車線の道路になりました。もう間もなく別所のパーキングエリアございます。パーキングと出口一緒になってますね、やっぱりね。ここは利用されている方がかなり多いかと思います。あとこの別所のあたりね、結構別所越えてからかな、警察の拠点があって、まあまあ取り締まりやっておるイメージがあります。82キロポスト、8時52分、万丹道、山陽道、中国道、左側へと書いてございます。姫路ジャンクションまで 1.2 キロ、姫路ジャンクションから万丹道に入ります。別所パーキングエリア、別所出口、別所は多分入り口もあったかと思います。別所インターですね。あ、やっぱセブンイレブンできてるね。はい、別所インター、入り口はこの先か。今のは別所のサービスエリアからの合流かな。こっちが別所インターの入り口ですね、おそらくね。83キロポスト、8時53分です。制限速度70キロ、姫路バイパス、国道2号バイパス、西向き岡山方面行きで走っております。はい、間もなく姫路ジャンクションですね。あ、この今左手、この左のこの辺り、ちょっと雑草がいっぱい生えてますけど、この辺りがね、よくパトカー止まっております。ご注意ください。はい、ここから有料道路、万丹道入ります。こちらが、姫路ジャンクションです。8時54分です。
3キロポスト、姫路ジャンクションがおそらく0キロポイントですね。 0.4 キロポスト、はい、ググります。 0.5、 8時54分、0.6、 はい、追い越し禁止、ここまで。ちょっと後ろ煽られてるので道譲ります。制限速度40キロ、40キロと書いてございますが、おそらく70ぐらいになるかと思います。80か。バンタンのボロいくせに結構出せるんやね。80です。こっから80です。はい、1キロポスト、ここから80キロ、バンタンの北向き、和田山方面行きですね。山陽道、山陽姫市東まで5キロ、中国道福崎まで16キロ、豊岡まで、ちょっと読めんかった、ごめんなさい、口が回らんかった。和田山のあたりでね、あの北近畿豊岡道にあの立ち当たりますね。加古川バイパス、姫路バイパス、まあ、第二神明もそうですけど、ああいった道路は東西に走っておる、あの横向きの道路、そしてこれ今走っております万丹道は南北に走っております縦向きの道路になってます。あんまりね、この縦向きの道路ないんですよね。有料道路でっていうことになりますと、これしかないんちゃうかな。だいぶ手前まで行ったら第二神明北線とか入ったんがあったんですけど、阪神高速7号北神戸線とかね、ああいうのは縦向きに走ってるんですけれども、あそこまで神戸市西区とかあそこまで遡らないとなかなかないんですよ。万丹道、これ縦向きの道路。そしてこの万丹道を越えますと、まだあの姫路バイパスどんどん行って、姫路バイパス終点まで行って、辰野バイパスの西じゃないわ、手前ぐらいになるのかな、あの辺りで29号やったと思いますね、姫路西バイパスかなんかあるんですよ。あれ国道29ぐらいじゃないかなと思うんですけども、ごめんなさいね、うろ覚えで5年以上ちょっと走ってないんでちゃんと覚えてません。3.9 キロポスト、まもなく4キロポストで8時57分です。花田出口、これは入り口あんのかな。あ、桜が綺麗に咲いてますね。はい、花田出口です。ここから40キロ、本線料金所がすぐにございます。キロまで落としてください、ご注意ください。花田本線料金所、4.8 キロポスト、4.9 キロポスト、8時58分、花田インター入り口ですね。これ5キロポスト、花田インター入り口と合流しました。8時58分です。制限速度、ここから80キロです。動画録画時間もう45分超えましたね。神戸からやったら長いね。
バンタン道だけ見たい方用にちょっとバンタン道をカットしてもいいかなみたいな。あ、でもあれか、 全区間っていうわけじゃないからまた今度にしましょうか、それは。制限速度80キロです。バンタン道 北向き、和田山方面向きで走っております。6キロポスト超えました。姫路ジャンクションから6キロです。はい、豊富パーキングが1キロ先です。豊富パーキング、豊富パーキングから山陽道では行けませんと看板ございました。どういうことなんでしょうか。中国道福崎まで11キロ、北近畿道阿佐子まで57キロ、豊岡まで91キロです。何があるんか。なんかジャンクションみたいな感じになってるんかな。まずあの山陽道へ、もう間もなくですね、はい、左手山陽道に入る車は左手です。山陽道に入らずにまっすぐ行きますと、そのまんまあのパーキングエリアになってますね。こちらが豊富パーキングエリアです。7.4 キロポスト、9時ちょうどになりました。豊富パーキングエリアなどからの合流ですね。パーキングエリアのみではないようです。山陽道からの合流になるのかな、これ、はい、合流してきた車なんですが、制限速度80キロの道路、まあまあ、合流した後ね、アクセルちゃんと踏んでほしい感じですけれども、反対側車線、デイリー山崎が抜き立てパンとかいてあるな。パーキングエリアガラガラでございます。豊富パーキング帰り道、デイリー山崎発見しました。帰り寄ってパン買おう、あの塩バターロールみたいなやつ買おう。はい、本日 の昼飯確定しました。デイリー山崎帰り寄ります。あんまり金無駄遣いするなっていう話なんですけどね。塩バターロールでビール飲んだら美味しいやろね。さすがに運転しながらビールは飲めません。ビール風のね、ノンアルコールのやつ飲んでもいいんやけども、あれもあんまりね、ちょっとビールとはまだ違うんでね。はい、豊富インターみたいなのがあるんですね。出口です。 9.1 キロポスト、9時2分です。だいぶきついですね、下り坂。何回かトレーラーブレーキ引いております。はい、こちら、あれ名前見えんかったな、何て言うの、これも豊富でいいんかな。入り口です。とりあえず入り口、ちょっと名前ちゃんと見れなかったんですけど、9.9 キロ、まもなく10キロポスト、姫路ジャンクションから10キロポスト、9時3分です。万丹道北行き、和田山阿佐子方面行きですね。制限速度80キロです。まあ、古い道路なんで、見ていただいてお分かりになるかもしれませんね。道路結構ガタガタです。山崎いつできたんやろ、あれ。しかし焼きたてパンがね、いいんですよね。ちゃんと確認しました。デイリー山崎どこの店舗でもやってるわけではないと思うので、一応確認するんですよ。焼きたてパンっていう風にわざわざ看板書いてましたので、ちょっとこのコロナウイルス騒ぎの時にトレーでずっと置いてあるパン買うのどうかなみたいな気はするんですが、まあいいでしょう、速力の方が勝ちます、そこはね。はい、11.2 キロポスト、111をちょっとお伝えしませんでしたけれども、まあゾロ目はいいか。
連絡有料道路らしいですね。万端連絡有料道路と川上に書いてございます。万端道と私は呼んでおります。これ大きい池やね。これ池の向こうに団地が見えて桜が結構咲いておりますね。ジャンクションから 12.3 キロポストですね。 12.3 キロ北に登ってきたので、少し気温も先ほど の国道2号線のあたりよりは寒いんじゃないかと思います。どん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 この先山に入ってまいります。うわ桜綺麗な、桜が綺麗なんですが、間もなく私船津インターで降りますので、もう間もなく動画切らせていただきます。綺麗ね。しかしね、13キロポスト9時5分、間もなく左方向船津甲寺インター出口です。13.6 あたりに船津甲寺インター出口がございますね。 13.6 です。9時6分になりました。わあ桜綺麗な、桜が綺麗なのでちょっと左に行けようか。ないでしょうかね。まあ桜があるっちゅうだけで何もないん で一応車両も通るような看板になっておるから、さすがにゴザをあそこに引いて別途くわけにいかんやろ。綺麗ねこれの桜。はい、姫路市の船津町、兵庫県県道81番ですね。81号線、市内全域40キロと書いてございます。もうこの辺でいいかな。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。